桶川祇園サイトは、埼玉県桶川市で、毎年7月15日、16日に行われる夏祭り。桶川市内のイベントで一番の見学者を集める。原文2年、桶川塾の上中町の中仙道の原文3年7月14日に、家内安全を願って、宿内の者が市神社の前に集まり、 108頭の灯籠を立てて、明かりを灯し、宿場内の薬病流行の退散を祈願した。原文2年の死神社の創建から間もなく、水害薬難に襲われることが度重なり、11年後の寛延2年7月14日、これらの被害を克服した宿の人々によって、桶川宿の祇園祭りが復興された。この時の祇園祭は、華麗なものでこの祭りで初めて各町内の御輿が、 死神社前に勢ぞろいして、華麗で盛大な祭礼が行われた記録が残されている。また、各町内で競って、課題を登場させるなど、桶川祇園祭りは一新され、一層華麗なものになっていった。このように、桶川の祇園祭りは、桶川塾の中仙道の中央に設置した天皇舎をお参りして、家内安全と宿場内の薬病流行の退散を祈願して開催されたものである。 以後、桶川塾の人々は、毎年7月14日、15日を桶川祇園祭と定め、それぞれの町内が競って、工夫を凝らして、ほっこ出し、神世、人形を制作して、華麗な桶川祇園祭りを守り育ててきた。2018年から180年前の天保を9年6月に、市神社は改築されて再建された。もともと800万の神々を信仰していた。 日本人はそこに少々別系統の神様たちが加わっても、霊源さえあれば簡単に受け入れてきたと言われている。明治元年の神仏判前例の発布から8年後の明治9年に、主神社は稲荷神社境内に移築され、薬務者に合祀された。桶川調子等の記録から押し量ると、祇園祭りの開始から138年後に、 市神社イコール諸の湾舎が、八雲神社に合使されたと考えられる。現在は、桶川気温祭裁定委員会が主催する基本祭りで、5つの団体により運営されている。15時から21時まで、宿場内から桶川市役所入り口交差点、桶川宿の上の木戸のあった場所の間、桶川駅東口駅通りと周辺の一部を歩行者天国にして行われ、多くの露店が沿道に並ぶ。 交通規制時間前から各町会の区域内で、見越し担ぎが始まる。15時頃の規制開始からは一部の出汁の引き回しも、始まる。また、薄暗くなりかかった頃からは来場者も急増してくる。ため、夜になると、祭りは盛り上がり歩行者によって、中仙道や駅通りは埋め尽くされる。連合と魚は、中仙道で、見越し担ぎ合わせと出汁の引っかせは、 桶川駅入口交差点で行われる。栄町祇園祭保存会所有の保護出しの人形。屋根に飾られたため下向き加減に作られている。各地の祇園祭では人形をいただいた背の高い保護出しが多く見られるが、この祭りでは屋台型の出ししか存在しない。かつては保護出しも存在したが、大正初期に町内に電線が引かれ、今までのような高い出しが引けなくなったことから出しを、 回収して、現在の屋根の形の出しになった。当時の人形は一部現存し、会所前に公開している町会もある。おけがーぎお最低委員会これらの団体の、地域名は、あよいイコールあよい町、本がイコール本町、栄会イコール栄町、やく会イコール、立花町みどり町住吉町藤見町という、 現在の住所表記になる直前まで使用されていた、町内の通称の名残である。桶川祇園祭は、桶川祇園祭と読み、祇園祭は正しい読み方ではない。桶川祇園祭採点委員会は、上記の5構成団体が全体で、実施団体となる。桶川宿外との、下秀や保存会を除く4会が輪番制で、年番町会となり、年番町会は、 桶川祇園祭りの最高責任者である年番長を選出し、祭典委員長を務める。2018年の年番長会は、愛尾会が務めた。来年の年番長会は、役務会である。午後2時に歩行者天国が始まる。これが事実上の祭りの開始となる。おおよそ30分後くらいに、各町の御子と漁が開始される。出汁の引き回しはそれよりやや遅れて始まる。 五朝会による、御しの吐魚や、山頂の出汁の巡行が始まると、祇園祭らしさが現れてくる。五朝による、連合吐魚の先頭は、年番長会の御しが務め、前年度年番長会の御しは殿に回って吐魚する。全国の主要な祭りが、女人近世の伝統を守っているのに対して、この祭りは、女性の参加には寛容である。そのため女性が、違和感なく、 祭りに参加している。桶川駅西口に設置される臨時のバス停。祭りの当日は、桶川駅東口発着の朝日バスと、市内循環バスが、桶川駅西口発着となる。屋台などの出店のゴミや、祭り参加者によるポイ捨てなどで、祭り終了後の道路は、ゴミが溢れ返り後始末が大変で、地元の人には迷惑なことになっている。 2017年7月16日18時50分ごろ、会場で突風が吹き、テントが倒れて、油が飛び、一人が火傷を負い、祭りは中止となった。当日18時ごろには、埼玉県内全域に竜巻注意情報が出ており、18時半ごろには、桶川市の南に隣接する揚げ尾市の、揚げ尾夏祭りの会場でも突風が吹き、露天が倒れ調理用油が飛び散り11人が、 火傷を多い、祭りが中止となっていた。ありがとうございます。